はい、お疲れ様です。マピーです。魔のアタックが上がって竜アタックダウンなんですけど、さっきねちょっと動画ボツりましたね。俺さっき撮ってたんですよ、メルベで撮ってたんですけど、もうあのめっちゃ重要な時に手滑ったり、なんか普通にトロールしまくったんでね、もうこれリテイク2でございます。もうこういうのもあんまり言わないんですよ、あんまり普段言わないけど、ちょっとあまりにもひどすぎたんで、ちょもう一回撮らせてくださいってことで、一旦ね、ちょっと内訳話すと、4試合中3回負けときました。しかも勝てる試合でね2回落としたんでね、ってことで、はい、ここから集中しますということで、今回使っていくのはこのメルベユールにハデス入りですね。このハデスなんですけど、これあんまり使ってる人見たことないんだよね。で特にメルベユールだとね、10日のハデスの方が人気じゃないですか。コンボスキルがマゴマ依存で火力出せるってことで、アビスのハデスが強いんだけど、今回はね進化のハデス、これ宮沢で1000吸収と 80% デバフってことで、相手のねバフリーダーとかに対して、まあ、これ打つだけで大体一旦耐えれると。でコンボスキル相手キャラ依存で 2.5% 最大 14% でね火力出せるってことで、メルベ対面来ても、まあ、コンボについては全然火力出しちゃいますよみたいな感じですね。はい、で春丸なんかも入れてあげて、これねあのデバフもちょいちょい入れてるのはもちろんあるんですけど、暗流対面とか来た時にねアンチヒル荷積みだし、で宮妻もねマンドラゴラとかじゃなくてハデス入りってことで、あの逆に暗黒来いみたいな感じの構成になりました。暗黒来なくても勝てると思うんでね、ってことでこのデッキでやっていくんですけど、さっきそれでボコされたってね、マジでクソみたいなとこだった。なんか手滑ってさ、右下 X 打とうと思ったら手滑って F5 に打っちゃって、あーごめんなさい参りましたっつってもボコボコされたんで、もう完全に動画ボツです。あんまり俺動画ボツにすることないんだけど、これはダメだってなって、こんなん世に出してたまるかってなってね、まあさすがにね普段から手滑ったとかあるけど、もう手滑ってなんかその取り返しのつかない手滑りだったんで、マジでやり直したわ。ということでテイク2でございます、よろしくお願いします。でもね4回中3回負けたけど、まあデッキのせいじゃないんでね、俺のせいなんでなんとかなると思いますね。あのこれちゃんとやれば、でこれねなんとここ X 打ちです。あの突く読み対面ね、まあ、今日のせい魔のアタック上がってて結構火力出せるっていうのももちろんそうなんですけど、 X から入ってあげると相手のコンボ組めるタイミングが遅くなったり、2枚返しのタイミングが遅くなったりすると思ったけど、これ2枚返しじゃなくてもいいのかお前のオーダーってやつは。さあウィブさんにはバカ強いですね。メルベに対してのそのウィブはねちょっと強すぎて俺もドン引きするレベルなんですけど、まあ一旦これハデス打ちますか。さあこれはね2ターンハデスより1ターンハデスの強いところがね、盤面に出てるってことで、さあこのハデスで削っていきます。でリーに後出しになっちゃったけど、この形相手これコンボスキル組んでくんのかな、強気に来るか、相手も強みだしな、強気に来そうですね。オーダーの D もあるし、これ B3 来るか、 B3 来たとしてどうしようかな。まあ俺もハデスコンボ繋いでもいいけど、引きによるんだよな結局それできるかどうかって。どうすんの、うん、なるほど、 OK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 。 じゃあこれは、ウィブ取りに行けるんで OK です。まあ相手もオーダー A をね早めに発動させるって形を作りましたね。OKOKOK。ほなこのウィブサニア取らせてもらいます。マジね、あの地味に忘れてたけど、ウィブサニアってバカ強いんだよな。なんかね今日ウィブサニア打たれすぎて、最近別に今日に限った話じゃなくていろんなところで、この間のマピルルカ杯の時もウィブサニア打たれて、えこいつめっちゃ強ないってなってさウィブってやばくね、冷静に考えて。さあこれ代償使ってくる、うわーでもこれ盤面的にアンチヒール俺打ちづらいな、引いたとしても。はい、ギードくんか、なんとも言えないですね。まあ一旦リリアスであのあれですね、火力出してよいしょ、ちょっと削っといて、でオーダー D 使われる。まあオーダー C 組むにはこっから3回コンボ組まないといけないから、相手も多分 B3 打ってくるんじゃないかな。ただねこれ B3 打ってくる駒次第なんだよな。あー強すぎる、うわまずい、これは負ける、まずい、また負けてしまう、もう嫌だ負けたくない。でもこれ負けちゃうわ、さすがに、さすがにお前強すぎな、そのヘイルノートは。はい、いや無理だ、スカハとか引けてるわけでもないからってなった場合、俺の勝ち筋は2手飛ばししかなくて、きっちどうやったら勝てるんだこれ。えこれ積んでね、これ積んでね、だって A3 打ってさ、俺もダボコン残したら相手もダボコンになるってことだよね。でボルトヒールあるもんね、無理じゃねこれ。ハルマルトップ引きしかない気がする。こっち打ってここ一発耐えてハルマルトップ引きしかないな。ボルトヒールされるけど、えハルマルトップ引きしか本当にないじゃん、これしかねえじゃん。
薄っ。いやでもこれしかないな、本当にこれしかないわ、本当にこれしかない。いやーでペトラ引かれてると、まあこれどんまい、くっそおーい。いやでもこれはなー、ちょっと相手上振れたんじゃない。 S 全部引かれたし、代償も引かれたし、いやこれはまあどんまいだね、これどんまいだ。何もハーネスとか何にも悪くねえよ、これはちょっと上振れられたわ。はい、いややべえやべえ、俺動画ボツったのにまた負けちゃったよ。えメルベって今日強いよね、絶対勝てるはずなんだけどな、なんか全然勝ててね。一旦プレイヤーディフか、やばいな。あんまり負けて悔しいとか最近ないんだけど、さすがにメルベ使ってここまでしばかれるのはちょっと俺もちょっとプライドが傷つくってことで、こっからバカほど勝たせてもらいます。ちょっとガチで集中するわ、ガチで集中して。さすがにメルベでこんなに負けんのは俺心にくるわ。いきます、ちょガチガチ集中するわ。で相手メフィストね、メフィか、さすがに負けないよ。メフィが強かったのは4年前までっていうね、俺のこの通説を晴らしてやります。このね、説証明するわ俺。メフィはもう無理だっていうのをね、俺がちょっと現実を突きつけるしかないですねって言いたいところだけど、正直な話するとまだ戦えるメヒは、これガチな話、あくまでねメルベに対してはっていう話、メルベの方がそれはさすがに強いぜっていうのをね俺は今から証明したいところであるんですけど、メヒってね意外とやってみたらわかるけど意外とやれるんでね、あいつまだやれるんでね。はい、まあ一回乱射か、一回乱射打って、夏ブラも見えてるんでね、乱射のコンボもついてることで、これ乱射打つべきですね。で相手 C 打ち選択してるからワンチャンコンボ封印あるかなって思ったんだけど、メルベ対面でコンボ封印果敢に狙うってことあんまないと思うので、まあ、シンプルに夏バラの召喚を優先した形ですね。おっとイグナツ、オッケー、ここでてこまじこってくれてんのでけえ。X 展開で良さそうに見えるけどな。オッケー、ハルマル引いてく、 X 守護張ってよいしょ、オッケー。で夏ブラ召喚が入ると春丸が強くなるのもあるけど、派手さのコンボも強くなるんでね。さあ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 、こっちはリリアスもあるからめちゃめちゃ有利だと思うけど、アンチヒール、オッケー、これ取ろう。え相手マリオデッキなの、あ違うか、マロクだからまだ分かんないのか。はい、まあリリアス打ちますか、リリアス効果力らしいの。春丸でもよかったけどね、コンボ2倍出るから。まあでも一応リリアスでちょっと先に特殊から切っといて、うん、オッケー。いやさすがにこれは勝てるか、こっから負ける未来見えないよ。あるとしたらアンデッドアンデッド来たらやばい。オッケー、つくよみ来る、よし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 。でここ春丸チャンスですね。一応、あでもこのホーリー普通に強いな。マイティ張ってコンボスキル警戒しますか。まだ春丸打たなくてもいい盤面ではあるんでね、打ったところで2手飛ばしちょっと怪しいんで、ファウストとか引けてたらね、角をは春丸からでもワンチャンあるかなと思ったけど、一旦ここマイティで相手の足止めます。うまいな、うまい。いやさすがに伊達にメイストやってないな、うまいわそこめっちゃ。いやいやめちゃくちゃうまいな、めちゃくちゃうまいけど、言うてつくよみコンボで飛ばされるほど俺も甘くねえぞってことで、オッケーファースト引いてる。まあシンプルにこれ取っていいね、大丈夫、さすがに耐えれる。でまあ一応怖い駒言っときます、ビナ E4 ビナ、あーでもいけるか、 E4 ビナ来ても F3 で通るね、いけるわ。でもさすがにないか、つくよみビナは危ねえ。いや大丈夫大丈夫、全然 HP 残るから。結構うまかったけど、よかった、ファビオでよかったわ、ファビオじゃなかったらちょっと怖かったな。危ねえ、めっちゃ追い詰められたわ普通に。うわ危ねえ危ねえ危ねえ、まあでもイグナーツ事故ってくれたのでよかったな、ナイス。オッケー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 、さすがに負けられないですよ。でバフリーダーね来てほしいんだけど、やっぱね魔のアタック上がってる程度じゃマナグリだらけになるってことはどうやらないみたいですね。もっとね来てほしいんだけど、一回そこのさっきねボツった動画の中で
あの捕食マナグリにねめっちゃアグロされたけどハデスでめっちゃいい感じに勝った試合やったんだけど、その試合以外がひどすぎてやめました。あんなにひどい試合したの初めて。なんかもうトロールしてたもん、手滑ってすごいとこにスカハで飛び出して、あこれちょっとダメだわってなって、これはさすがに見てるがちょっとなんもうなんかきついだろうなと思ったんでやり直しでございます。相手クズ男ですね。他のクリーチャーが死んだらワンドローってことで、はい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 、ヘドリアン出してきますと。初っ端からヘドリアンアンチヒールですか。一旦まあメルベから形組ましてもらいますけど、よいしょ、んよいしょ、割と早い段階であるときたな。ひろゆきとか持ってる可能性はあるな。これもトップ引きですね。まあまあまあ、ええわ。まあ、ええですわ。ちょっとうざいけど、そこの召喚。まあ、ファビオで、一回、ちょっと様子見て。予想が正しければ、ひろゆきかエルヴィン団長的な何かを引いてる気がするな。まあ、アラジンもありえるね。金馬か。まあ、金馬バカ強えな。金馬バカ強えな。ちょ、引き見てから考えっか。これね、X 展開、ちょっと好きくないですね。あの、ゾノ場で削られるだけでなく、金馬のコンボがちょっと意外ときついんで、くさび踏みに行けることも考えると B3 展開が強そうだな。春丸出せた盤面だけど、相手キャラ3枚なんで、あんま出す理由もないんで、一回 B3 にリーニーから行って、で、相手に自分のくさび踏ませよう。まあ、C5 来る可能性高いけど、その後 B1 で、くさび踏んでくれるし、まあ、リーニーコンボも結構火力高いんで、OKOKOK、そっち打つんならくさび踏めて、でしかもウンディーネこれで切らしたんで、いや、いい感じですね。骨展開できないけど、骨展開できないけど、動きとしては理想ではある。よし、OK。で、相手のイオンに対して、はるまるで骨展開しつつ、いきたいですね。イオンコンボ強く打ってくる可能性、クソ高いけど。なんだこれ、あれか、ヌアザだな。ヌアザ引いてきた。あ、フェイル持ってんのか。いや、でもね、これラッキー。あの、フェイルノートね、持ってるにしては、ちょっと相手、遅かったんで、打つタイミング。まだね、持ってるにしてはラッキーな方。でも、普通にきつい。よし。さあ、これ、ハルマルがフェイルに対してアンチで、いい感じに火力出して、OK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 。で、金もあと行ったんでしょう。オーラ引いてる分、相手も事故ると見た。B4 アグロある？いや、大丈夫か？あってもさすがに。相手 S3 枚見えてるし、オーラで事故るから。ああ、いいアラジンだな。うまいね。いや、うまいアラジンだな。けど、ヒールされ、うわぁ。ハデス。B4 ハデスか、これ。これ B4 ハデスじゃね？B4 ハデスってアラジンコンボ受けて、次ファーストじゃない？相手シールド2枚切ったぞ。このハデス強くね？これめっちゃ強いぞ。来た。これはハデスの独壇場じゃない？めっちゃ強いぞ、これ。めっちゃ強い。これ広い気受けれるでしょ、これ絶対。デバフかかってるし。最強のハデス来たわ。これあっちのハデスより強いんだけど。大丈夫。いや、さすがに大丈夫。これアタック見てごらん。見てこのアタック。はい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 。うんちみたいな通常火力に。クソ強い雷撃来るけど、勝てるんですよね。誰のおかげ？ハデスです。はい、ありがとう。マジナイス、ハデス。最強や、お前。よくハデス引いてくれた。よっしゃー、これハデスのおかげだわ。オッケー、ハデスいなかったら負けてたな、多分。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いいフェイルノートもらったけど、OK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 。いいフェイルノートもらったけどね、なんとか勝てました。オッケー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 。まあ、さすがにメルベで負けるわけにいかねえんだ。こっちとら最強デッキを使っとるんじゃ。まあじゃあ普段のデッキで負けていいかって言われると別にそうでもないけどね。けどね、こんな強いデッキ使ってね、なんかもう ひどい負け方するわけにもいかないんでね。さあ、こっちのハデスもな、やってることはマジ初見殺しだもんな。あ、オッケー、これハデス刺さる、めっちゃ。めっちゃハデス刺さるよ。来い、ハデス来い。はい。いや、まあ、オッケーオッケー。スカーハ引けてて、乱射もあるんで。全然いいよ、リリアスもある。オッケー。
1回メルベ出すか。さあ1回メルベ出しのごちそうさん。捕食マナグリ対面高校悪くないけど、とりあえずメドゥーサ欲しいな。 メドゥーサ欲しいじゃない、じゃない、メドゥーサ撃たれたらやだな。メドゥーサ勘弁してください。乱射張ってもいいね。はい、まあ乱射張るか。そんなタイミングなさそうだしな。なんか後半意外とタイミングなさそうなんで、ありそうで、ありそうでなさそうなんで撃っちゃいます。で、メドゥーサ持ってると。まあじゃあこれ乱射撃ってもよかったっぽいね。結果オーライ、結果ナイスランドシャーク。でここせい、捕食マナグリね、俺罠ごまないと思ってるし、 X 進行すると回復結構怖いんで、ちょっとここターンスキル結構手駒にあるんで、骨展開弱いけど E4 から打ってみます。内心いかれてない。で罠ごま持ってないと思うんだよな、捕食マナグリは。あんまりないと思う。でこれもし取ってきたら OK、 取ってきたらスカー派でヒール入れて防衛ムーブいける。でここハデス欲しいな、めちゃめちゃ引かないけど、まあターンスキル的にスカー派から打った方がいいな。はい、スカー派いきます。 OK、 シャドウダンスして、アイシェ行かれてないし、飛ばすムーブは相手難しいと見た。つなげた駒も英語マなんで、ああメイリーですか、メイリー召喚的には F5 が強そうだよね。これ相手の召喚弱くするんだったら F5 な気がするんで F5 いきます。さあこれ F5 いって、さっきヒール入れて、でこれで罠駒も張れてるんで、捕食マナグリって物理に依存してる駒が多いから、マイティは絶対通り良くて OKOKD2 来るかな。 NK 細胞のコンボ残していきそうな気がする。 D2 つなぐか、一応乱射のコンボあって、火力出してくる場合マイティで帰ってくるけど、守護者か。オッケーオッケー、よいしょ、よいしょ。でこれ C5 で 1.7 倍受けでいいのかな。いやでもギルティラー3枚つながるのか、大丈夫かな。これ最強だ。これ相手ハデス取れないんで、もうあとハデスコンボで終わりだ。いや最強だこれ、多分返せないな。これ最強か、一旦もうこれでね、もう捕食も入らないんで、よし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 、一旦最強か。まさかメルベにそっちの派ですってなるよな。俺も使ってて思った、さすがにメルベあっちの派ですじゃねって思わせて、こっちの派ですはね、さすがに初見殺し。ちょっとこれ強すぎたな。でも意外と使いやすいな、やっぱ一旦で使えるんでね。一旦完結なんで、マジで、マジでこれね一旦完結なんでね、引くだけ1980%デバフなんでね、さすがにやってることやべえな。よいしょ。そうマンドラとかはねまだ HP 条件ついてたりするんですけど、まあ、やっぱでもデバフ系スキルってねコブに弱いイメージあるんだけど、マナグリってコブほぼないんでね。一応最近なんかちょっと出てきたけど、アズマリアとかコブないんで、もうこれでなんとかなるんでね。よし、ちょっとそんな感じでマナグリ勝っていきたいよ。ほい、お、来た来た来た。よし、ハデス、ハデス。ハデス来い。よしよしよし、まあ、一回メルベだな。で、ギードも通るし、物理穴も入ってて。いや、マジ相性取れてるな。で、アンチヒールもあるんだね。今日のメルベは、捕食マナグリを、だいぶ、メタれてるんでね、これいけるぞ。捕食マナグリ今日パワー高いんでね、普通にやってたら結構負けるんですけど、こんだけメタれば割かし勝てちゃいますよ。 OK、 これ割と雑ミラ打っちゃおっかな。ミラってねそんななんか残す必要ないんだよな、個人的には。雑に打っちゃおう。相手の捕食をね、なんか序盤の捕食ちょっとダメージ入れるだけでも強いんで。おっとメデューサ組まれる。まあ、これをねダメージに変えるだけでも全然上等です。なんとも言えないな。マイティ張って通常攻撃返すでもいいけど、コンボがあんま強くないんだよね。
まあ、守護でもいい気がするけどな、ぶっちゃけ。守護にしようかな。ほい。ほい。ほい。まあ、この後なんかランドシャークとかハデスとかいっぱい引くこと考えたら、マイティからの方が若干バリュー高そうな雰囲気もするけど。うわー、M プーサ強。さすがに M プーサはなかなかやるな。ちょ、引き見てから考えっか。愛し引く。これ2倍3倍返ししてくると思う。一応警戒してマイティ打ちますか。うん、ギードで C に打ってもよかったんだけど、コンモリバイちょっとひよっちゃったな。一旦コンモリバイひよっといたわ。大丈夫かな。コンボリバイ結構これで見えて、オッケー、X 追ってくる。なるほどね、追ってくるか。ハデスバカ欲しいんだけど。いや、追ってくるのね、ややこしい。あー、スカーハイ引くのか。え、これどうしよっかな、悩む。いや、これ悩むな。でも2倍2倍やばいか、取るか。いや、ただこれ取るとね、こっから飛ばすの結構むずいんだよね。いや、うまいね。うまいな。なんか、あれだな。火力出されても捕食でなんとかするっていう動きがちゃんとできてて、めちゃめちゃうまい。はい。リリアス。いや、これ、きびいな。ここ、ギード出すより、火力出してどんどん圧与えた方が強い気もする。多分。いや、これやばいな。普通にやばいな。普通にやばい。いや、もっとなんか強気に、あれだな、マイティ D5 とか打たずに、ギードで防衛すればよかったな。じゃあ、やべえ、オーライ引かれた。これさすがにやばいな。待って、負けるかも。え？何その捕食？待って。あ、しかもこれあれだわ。4枚返し通ってるのか。やべえ、やらかした。やべえ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 、待って。1.4 倍か。じゃあこっち打つか。4枚通っちゃってるけど。やべえな、やべえ。もうハデスでも取り返しつかないぐらい捕食されちゃった。愛してまで行かれて、で、メドゥーサギルティーラーのバフでしょ。いや、さすがに今の強すぎる。それ強すぎるな。うわ、このに行かれたわ、ドンマイ。いや、これはちょっとね、マイバットだね。もっとギード。いや、ギード打てばよかったな。なんかちょっとメドゥーサに日和すぎたわ。ギード打てばよかった。今のギードで C に打って、守護とか受けて、で、ワンチャン。言うてでもコンボめっちゃ残るけど。いや、強いな。さすがに捕食マラグリ、目立ってるとはいえ。目立ってるとはいえ、なかなかやっぱパワー高え。1.1 倍かな。マジ怖いわ。いや、ひよったな。ギードで受けて、2ギードで2倍受けてからでよかったかな。おっと、アンチヒールめっちゃ入ってるよ、このデッキは。さあ、シーラーもいけちゃいますよ。てか、シーラーいるの今日マジ意外なんだけど、マナグリ使ってた時もいたんだけど、なんでシーラーいるのこんなに。マデッキそんなに勝てる？なんで今日シーラーいるんだろう。まあでも先行引いちまったな。先行引いたのは正直良くない、正直良くない、正直良くないけど、なんとかします。せい、まあ、一旦リーニー入ってよいしょ。よいしょ。でオーラも引けてるんで、まあ、どんどん火力出してアンチヒール切って HP 削りで勝っていきたいみたいなとこある。ハデスもね、コンボスキル強いんでね。ただ暗比については特殊カットのあれがあるから、まあ正直油断できない。はい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 。シーラーマジでな、なんでいるんだろう今日。俺にもわかりません。じゃあファビオ切って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあこれで。オッケー、3枚くる。これが D5 だった気がするぞ。あんま覚えてないけど。オッケー、ハデス。守護切るか。よいしょ。ちょっとあんまりね、あんまり俺もちょっとオセロっていうか、あの耐久対面の打ち方そんなになんかこうした方がいいとか、そこまでなんか
あのこのエビデンスこうだからこの方がいいとか言えるほどのもんじゃないから、割と適当に打ってるところあるけど許してください。はいはい、 E さん来る。マイティ引く。罠ゴマ雑に切っていきたいな。ちょっとどうしようかな、これ B さん打った場合さ、 C 中されると D に入れないよね。F さん一回当ててもいいのかな。一旦当てるか。知らんけどね。知らんけど一旦当てるわ。当てて。よいしょ。で、この後のこと考えよう。これ取られた時に、A4 打って取らせて C6 とかどうだろう。はいはい、C、あー、出めてるか。いや、一応このデッキアンチール2積みである。右下 X 打った場合さ、B3 打たれて、あー、なんかしゃばいな。OK、アンチヒル引く。で、ここマイティ切ってもいいんだけど、いやー、右下 X かな、これ A4 打ったらどうなんの。 A4 打って取らせて C6 ダメかな。やってみていい、なんか俺ワンチャンありかなって思ったんだけど、ダメかな。うん、ちょっとやってみようかな。ダメかなこれ。よいしょ、よいしょ。で、取らせる。一応考えよう。右上 X 打ったら D に相手打てなくなるやん。これ右上 X ダメかな。 C 値打たれて B3 返せるじゃん。ダメかな、やってみていい。なんかやってみたいんだけど。でもそれでもし地獄見たら俺ほんと地獄なんだけど。 C6 打ったら D6 打たれ、右上ダメなんこれ。 D に右下 X 相手打てないでしょ。D の、あ、いやダメなんかな。じゃあやってみよう。よいしょ、よいしょ。で、 B さんは D2 で返せるじゃん。で、ダメかな、ちょっとやってみるわ。やってみようかどう。はい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 、はい、で、うん、 OKOK、 よいしょ。ハデスいつ打とうかな。いつ打とうか。よいしょ。俺なんかなんとかなる気がするんだけど、気のせいかな。これ気のせいだったらマジトロール。ちょっとなんか、うん、割と歯茎出てるけど大丈夫、大丈夫。これ結構歯茎だと思うんだけど、自分で使ってて。何、イシス持ってる、珍い。イシス珍しくね。それ珍いですね。左下 X 打ったとして D6 打たれて C6 当てて、うーん、 A2 ダメ、 A2 打って B2 打って左 X、 あーダメか。これこっち打って、よいしょ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 、うん、よいしょ。で、D6 打たれて、で、C6 当てて、角か、微妙か、あー、そうなるか。いやー、まあ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 、でもこれは D6 打ってる。あ、C、D6 打たれなかったのか、ラッキー。ちょっと待てよ。はい。あ、そっか、これ D6 当てても、いや、いけるか、D6 当てていけるんだけど、まあ、ハデスでいっか。ちょ、あれ俺ミラー入れてたよね、確か。なんか意外とミラー来なくてちょっと焦ってきたんだけど。ちょっと焦ってきました。大丈夫ですかね。アンチヒール4枚でこれ勝てるんですかね、果たして。大丈夫ですか。俺若干心配になってきました。うわ、撃たれたわ。撃たれたわ、ここに来て。ここに来て特殊シールド撃たれたわ。ミラー引いた。ちょっと考えよう。F1 は回避できない。ぶっちゃけここ F6 打たなくていい気するんだよな、まだ。あ、待って、ミラ打っちゃった、やっちゃった、やべえ、ミラ打っちゃった。ちょっと待って、俺こいつ打ったつもりだったけど、企業姫やっちゃった。いや、しかもこれ次 D ちゃん入れないやん、やらかした。あ、やべえ、ミラ打っちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、これやっちゃったわ。待って、俺、桔梗姫打ったつもりだった今。あれ、まだ打たれない、取られない。回復阻害する。
あ、でもなんか相手意外と HP 余裕ないな。相手意外と HP 余裕ないな。いやでもマジミスった。ちょっと待って待って待って。次一応はるまる打てるスペースあるね。 F6 打っても F5 打たれたらやばいのか。やばい、俺盤面終わったじゃん。ちょ待って、本当に終わったわ。やらかしたわ。やばい、はるまるここで打たないと F5 打たれたら俺からもう打たなきゃダメだこれ。やべえ、マジでやらかしてる。いやでもワンチャンこれ勝てない。こっからもう回復絶対できないからね。オーラ捨てられてちょ待って、俺終わってるわ。なんか下手くそすぎるわ。マジで下手くそすぎるやばい、なんで俺左 X 打ったんだろう。はるまる打てるスペースなくなるやん。だよねー。いやごめん、マジやらかした。やばい。んー、やってる。マジでやってる。やってるわー。これやってるわー。なんか負けそうな気がする。やってるわー。興味本位でやっちゃった。変なとこ打っちゃった。A に打たれて。いやでもこれいけるくね？なんか。回復絶対できないからね、相手。B1 打たれるかな。うん、これダメージになるやん。 OK、 あーいけたわ、なんかいけたわ。危なさすがにこれで負けるわけにいかない。ちょ、さすがにシャシャったわ。ごめん、あのシャシャってるわ、あれ、あの X 危な。シャシャリピーポーでした。危ねー、シャシャリピーポーでしたわ。 OKOKOK、 危ねー、マジでシャシャってた。危なー。でもよかった、せめてはるまるの出すタイミングはちゃんと気づけてよかったわ。あれ気づけなかったらマジで終わってた。普通にシャシャリピーポーでした。よかった、ミラ入れといて。本当にミラ入れといてよかったわ。ダブルアンチヒール。まあ正直はるまるについてはね、アンチヒールにもなりうるアタッカーだからさ、こいつは。俺はミラも欠かさない。まあ一旦メルベ頼むぞー。オーラ引かれてる。オーラ引かれてて、あー終わった、ジジ。これはドンマイ、もうジジです。これは終わりです。終わりました。もう俺には骨がないと。やばい、もう骨なしです。これ骨なしケンタッキーです。あはー、マジ骨なしケンタッキーなんだけど。いやせめてちょっと待って、 なんか勝ちの流れ持ってけないかな。なんかできないか。あ、きつちょ、なんか勝ちの流れにならないかな、こっから。なんかの間違いでスカーハ引こう。一旦ここスカーハ引こう。はい、ギー君はギッ君でして。いや、どうしようこれ。こっからどうやって勝つ。めっちゃきつくね。めっちゃきつくね、これ。いや、ちょっとキャラパワーでなんとか呼ばれるしかないな。ちょっとコンボでちょっと軽く出すわ、ここ。きつー。ユスか。いや、俺もユス入れるべきか。ユス入れるべきかもしれない。こういうことがあるんだったら。罠張られた。いやー、特殊に対して罠張られた。一旦終わりか、これ。もうハデスでどうこうとかそういうレベルじゃないんだけど。ぐわー、あんだけめちゃくちゃ頑張って耐久さ、対面なんかなんとか俺もトークを続けようとして、あの10分ぐらい頑張ったのに、そのそこで稼いだ10ポイントはここでユスヘルミという悪魔によって連れてかれたのかもしれない。もうおしまいかもしれない。いやきついな。いやでもこれなんか相手もぎこちないな。今のところエスゴマ飛んできてない。俺がここレース引いて差をつければワンチャンある。頼む、スカハ。いや引かねえのか、ここに限って。こんな時に限って引かんのか、これまずいな。まずまず、守護打ってハルマル打ってファーストルートで行こう。そしたら俺の HP もちょっと残ってるから、守護、はるまる、ファーストルートだ、これ多分。頼む。
うわまだ罠ゴマある。これマイティじゃん絶対。ペレツ切った後だし。やばいじゃん。やばいじゃん。はい。ハデス。え、これワンチャンハデス耐えルートあんの？あ、待って、ビオの方が良かったかもしれない。いや、大丈夫か。これで。あ、いや、ビオの方が良かったな。これ C 中打たれたら次飛ばなくね？ビオの方が良かったな。やべ。B4 だったかもしれない。いやー、いや、B4 だったかもしれない。これ C 値やばくね？ C 値やばいな。やっべ。いや、ですよね。気づくよね。気づくよね。そもそもまずここ耐えるんかな？あー、耐えない。無理だ。無理だ。わあ、もうあの2手目のユースで終わってたわ。骨なしでケンタッキーですわ。まあ、骨なしのケンタッキー美味しいけどね。いや、美味しい、美味しいけど、それはね、あの、相手にとって美味しいってだけで、俺はね、どっちかっていうと、あれですね、弱肉強食。俺は弱者だった。普通に、普通にユースバカ強かったわ。骨なくなったところ、肉だけめちゃくちゃ全部持ってかれたわ。やられたー。はい。うわー、勝ちたい勝ちたい、アンチヒールネズミです、うち。勝ちたい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 。これは勝てる。これさすがに勝たなきゃ。これ勝たなきゃ俺は何に勝つってんだ。いくぞ。これは勝つよ。アンチヒールお前ら頼むぞ。ちゃんと手込みに来いよ。来なかったら意味ねえかんな。はい、あのまあ頼む。アンチ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 。はい。うん、オッケーオッケー。C してみようかな。 C 行こう。 OK。 よいしょ。で、相手そんなに HP 高くないな。マゴマ当たってるけど、多分今日のマゴマ上がってるってことを考えると、デッキの内容多分通常罠が多い気がする。はい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 。正直ハデス雑に切ってもいいよな。まあでも、いや、一旦勝負にしますか。うん、ポリプス。オッケーオッケー。まあ一回吸収でちょっとライフワード取って、熱っ。いや、C 打ちのメルベのこの召喚も相当強いな。うい、英語もね。で、いらっしゃいませ。乱射。イーサン派ですから入って、罠ゴマでダメージ返す形にするか。これで罠ゴマ召喚弱いんで。で、次。打つべき駒は、乱射ですね。当てられた時にあの特殊が発生してしまうと、あのアレスのリペアに対してちょっと遅れ取っちゃうので、次乱射ですね。乱射でポリュのコンボを返す形作りつつって感じかな。どうする？結構考えてはいるよ。ラヌル、あ、うん、なるほどね。まあ、一旦レイスか。オッケー、でもこれ、リペア1枚だから、全然 HP 残る。で、ここに消えましょう。リーニーか。まあ、乱射ですね。乱射打って、で、これで物理返しの形組みます。で、ビーチワナゴマ発動しない。あれ、特殊なのかな？全然発動しないけど。吸収と毒。ナイス。いいんじゃない？で、こっち、鉄衣もある。まあ、鉄衣打つとあのワナゴマ発動しそうだけど。リペアが弱ければ弱いほど俺に分があるんじゃないかな。てかアンチヒール引いたら正直ね、勝ちなんだけど。正味こことかもアンチヒール引いたら引いた瞬間勝ちなんだけど。回復させなければ俺の勝ちなんだけど。あひ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 、カモン。ダメか。まあ安定行動します。安定行動します。アンヒヒーは勝ちなんで。おっと、まだ発動しない。いや、ペレツではない。まだ発動しない。これ勝ったでしょ。2192。こっから回復罠打って一発耐えてしかないよね、一旦相手は。あー、デバフかかってその火力だったら S5 マっぽいな。じゃあアンチヒール引いたら勝ちだ。ダメか。んー、じゃあマイティにしますわ。ビーチの罠ゴマ発動させたくないので、マイティでチャーに越して。お前回復罠かい。お前も回復罠かい。うわー、回復めっちゃされちゃった。いや、しかし、しかし、しかし、状況変わってない。大丈夫、大丈夫。で、ここはアレス打ちたいんじゃない？そろそろ打たないとタイミング的に相手しんどそうだけど。ただ、俺、手駒特殊全部発動する。全部特殊だな、これ。
まあアレス1490ぐらいだったらね。ただ次アンチヒール引いたら勝ちだから。俺ずっと待ってるよ、アンチヒールのこと。ずっと待ってるよ。オッケー、打たれるよ。アンヒ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 。あー、引かねえ、クソが。引かねえ、全然来ねえよ。じゃあリンリンにしよう。ローゼは珍くね。ローゼ珍い。いやでも言うて HP 残るよね。大丈夫大丈夫。いやこれラルが怖い、ラルが怖い、ラルが怖い。ちょ、アンヒ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 、ラルが怖い。レイスラルが切ない。なことないか。いやないか、さすがにないか、さすがにないか。大丈夫か、さすがにない。多分アンヒアンヒ、ね、アンヒもう間に合わねえか、もう間に合わねえか。次で飛ばすか。おい、アンじゃねえか、その説。いや、アンヒ、アンヒ引いたら勝ち、アンヒ引いたら勝ち、アンヒ。くぅー、なんで引かないの、なんで引かないんだ。待て待て待て、落ち着け、落ち着くんだ。落ち着け、落ち着け、5900でしょ。はぁ、3500だから次飛ばせないな。いや、こうだ。あ、やって、待って、やっちゃった。これ、アレスの動線となる。あ、終わった。マイバット、ジジ、お疲れ様でした。ジジ、ウェルブレイド。もう、アンヒ来なすぎだろ、最悪だわ。2枚入れてるのに。え、てかラルが入れてんだ、やらかした。いや、やらかしたも何もしょうがないな。対策できるもんでもないし。いや、これ無理だな。ラヌがラヌがま、ラヌがま、レイスラヌがま、レイ、あ、でもラヌが引いてるからこそレイス打ったんだろうな。え、でも今のミスったな。左上 X だったわ。お前のコンボ見えてなかったわ、アレスの。やらかした。これ勝てたな。まだまだワンチャンあったな。いやー、マジかよー。これこんだけ粘ってアンチヒール1枚もコンとか、まマジかよ。これやられたわ。くそ。めっちゃ粘ったけどだ。めっちゃギリギリまで特殊ダメージ発生しないように、ほんとギリのギリまで粘ってみたけどダメだったわ。おーい。いやまあ、怪しいと思ったよ。なんかレイス打つにしても早いなとか思ったけど。思ったけどさ、こんだけアンチヒール引かないのはもうなんかひどくね。一応デッキに2枚入れてたんだけどな。どっち引いてもよかったよ。どっち引いてもよかったんだけどな。全然来なかった。悲しい、今の試合。めちゃくちゃ相性良かったから勝ちたかったんだけどな。X でばよかったかな。俺初動のさ、骨の展開ちゃ、あの骨どういう風に展開したか覚えてないけど、X 打つべきだった説ある、もしかして。いや、ないな。あんだけリペアとか引いてるんだったら、アンチヒールないと絶対受けられるし。あの進行で絶対良かったな、仕打ちで。実際相手罠ゴマ発動したの1枚だけだったし、序盤。あれで絶対良かった。あれで絶対良かったけど、普通に噛み合わなすぎてダメだったわ。なんで1枚も来んねん、アンヒール。で、めちゃくちゃ強いな、相手。リアンツィールからベルグレーで。最強じゃん。一旦最強ムーブされてるな。まあ、一回これリーに打っといてよいしょ。一回最強ムーブされてるか。めっちゃ繋いでくる。スカーハ欲しすぎる。スカーハくれ。スカーハくれ。スカーハ、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 スカーハ。はい。ダメか。どうしようかな。乱射集合。乱射で足止めるか。まあでも言うて確かにバリュー変わんないよね、これ多分。守護とか打ってもちょっとでも足止まってくれた方がいいわ。いやー、17400遠いな、意外と遠いな。うわ、バホメットは OP なんだけど、 OP なんですけど、それ無理なんだけど。え、これどうやって勝てばいいの。ちょっと待って、もう4号しかないの。嘘でしょ、相手コンボスキル1回しか組んでないけど。本当に言ってんの、本当に言ってんの、本当に言ってる。これどうやって勝つの、無理じゃね、これ。本当に言ってる、これ現実。あれ、なんでこれ、 なんでこんなに勝てないんだろう、メルベで。これ現実。いやでもこれはもうどうしようもないけどな、正直。リアンツィールベルグでオーラ引かれてて、バホメット打たれてるんで、チャージの。どうしようもなくね。
これどうしようもない気がするけど、あ、しかもアンヒュー打たれた。お前終わったわ終わった、もう戦わせてくれないらしいわ、これ以上は。いや一応勝ち筋1個だけある。これ A3 つないでここ耐えてトップでファ、あの春丸引いて飛ばす、それしかわからん俺勝てる方法、それしかわかんない、それ以外わかんない。あ、しまった、ちょっと待って、 E3 の方が良かったかも。これどっちかの動線の子、あ、春丸で飛ばせない可能性出てきた、春丸で飛ばせない可能性出てきた。 E3 打ってファーストのコンボ残して相手のキャラ1個増やした方がよかった。あー関係なかった、関係ないみたいだわ。こうした方が良かったとかそういう暇すらなく、もう普通にここ飛ばされてるわ無理無理だ、これはこれ無理、絶対無理。もうなんなんだ、なんでこんなにダメなんだ、何がダメなんだ。ハデスか、いやハデスそもそも引いてないけど、あれ何がダメなんだ、こんなにメルベ強いよね今日多分。補正か、補正がダメなんか、このマゴマアタックアップ補正はこういうことが続くのか、補正がダメなんか。いやーマジかよ、結局ボツったのにまた結局あんま勝てないやつじゃん。じゃあもうこのまま動画出すしかねえや。え、でもね、分かってほしい、ハデス強くね、さっきからずっと思ってるけど、一旦完結デバフでさしっかり勝ち筋作ってさ、ハデスはちゃんと強いんだよね。でこれはこれ勝たして、ちょっと頼む、お前これでアンチヒール引かなくて負けるみたいな、いっちゃしょうもねえよ、頼むぞ、これは勝たしてほしい、マジで。ネズミだよアンチヒール、ネズミですよ、ネズミですよ、これ勝てますよねちゃんとね。さっきの引かなすぎたぞ、さあまりにも。でその上でリペアが3回リペア3回もされたんだぞ、ひどすぎない、さっきの。あんま見たことないんだけど、俺リペア3枚もデッキに入ってんのひどすぎるって。ちょ今度勝たせてほしい、頼む。リペア3枚入ってる相手にアンチヒル1枚も引かなかったんだぞ、今度は勝ちたいよ。うん、なるほど、通常罠入ってるってことは、まあ普通に捕食マナグリとかも警戒してる感じですよね。はい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 、うん、アナゴも貼れる。まあ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 、まあ、そりゃそうだね。で、アレス対面ね、X 打ちたいんだけど、暗記引いてるかどうかで180とかある。引いてないのか。いや、でも X 打ちたいな、それでも俺は。アナゴマの展開を遅くしたいんで。OK。うん、OK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 。で、さあ、アンチヒル、アンチヒル、アンチヒル。全然引かないやん。まあ、一回、気境姫とか、コンボ1800の方がいいか。カミュ。カミュ。いや、まあ、マナゴマの内容、今んとこそんな強くないんだけど、とりあえず、アンチヒールはね、いつでも引きたいんですよね。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここ取ってもいいけど、ちょ、一旦引き見てから。あー、取るか。スカハ引いたんなら取ろう。よいしょ。オッケー。いや、強いな。もうそろそろアレス打たないと、だいたいヘルス持たないぞ。よいしょ。いいぞ。いいよ。これ勝てる。さすがにこれ、負ける気がしないんだけど。こっから、ラルが打たれたとして、アレス打たれる、オッケー。いや、オッケーオッケーオッケー、全然いいよ、許容。はい、やっと引いてくれたわ、打つわ。もう回復させないから俺2ターンの間絶対に。やっと引いてくれたよ。で、吸収入れて、毒入れて、回復も入れて、オッケー。もう負けない、ここまで来たら私負けない。わからん、ここから負ける方法俺にはわかりません。どうやったら負けるか分かりません。あったら教えてください。OK。C5 でいいよね。はい。で、次 A3 でダブコンで勝ちでね。はい。はい。はい。
はい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 、大丈夫です、大丈夫です、あなたの勝ちです。これ私の勝ちだよね。これ踏み穴で B6 が買い込まないとかそういうギャグないよね、ないよね。え、あなたの勝ちです、あなたの勝ちですって言って、お願い、もう負けたくない、もうこれで勝ちでいいよね。はい、あなたの OK 取って、 あなたの勝ちです。よかった、ありがとうございます。あ、よかったよかった、安心した。あまりにも苦しい負け方してきて、ちょっとねちょっと狂いそうになったわ、危ねえ。よかった、私の勝ちですね、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかイグナーツが欲しい場面多かったな。まあでもちょっとメルミリン結局全然勝てなかったバカ悔しいわ、ハデスクソ強かったのに。ということで、お疲れ様でした。今日はそういう日だということにします。うん、結局勝率 50% で終わりましたメルベ使って、バカ強いメルベ使って 50% で終わっちゃったんで、まあそういう日だということにします。正直でもプリングそんなに上手くなかったんでしょうがないっていうところはあるんですけど、まあちょっと今日難しいですね。安定して勝つの何が強いんだろうね。まあ捕食マラグリだとは思うんだけど、でもメルベこんだけ使われてるし、メルベ自体絶対強いんで、信じて使ってください。噛み合ってなかっただけなんで、マジでっていうことにさせてください。お願いします。じゃあお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。